今回のこのスケールの大きい NWA の主要マーケットの大遠征、日本の鶴田天竜、今夜の対決、何としても敵地アメリカでハンセン・ブロディに一泡吹かそうと、まあ、体いっぱいに闘志をみなぎらせておりました。果たして大金星を挙げられるかどうか、それとも再び返り討ちに遭うかどうか、ブルーザー・ブロディの怪力殺法のた打ちもあります。日本の天竜であります。さあ右の肩に乗せましたブルーザー・ブロディのものすごい抱え投げ、そしてここでスタン・ハンセンが登場してまいりました。長崎の大会あるいは岐阜の大会でこのスタン・ハンセンに思い切って首折りを打たれました。ウエスタン・ラリアットを打たれましたこの天竜でありますが、さあ猛攻にあっております。スタン・ハンセンの猛攻が続きます。天竜さじさじちょっとごたごたに回っております。天竜こちらのフロリダに参りましても、この天竜はタンパにありますスタジアムで一生懸命トレーニングを積んで絶好調で乗り込んでまいりましたが、と逆から打ちました。ものすごいエルボースタブ、スタン・ハンセン、まだウエスタン・ラリアットは見せておりません。さあ強烈な6年ぶりの復活、怪力コンビスタン・ハンセンとブルーザー・ブロディ、再びブロディが出てまいりました。もうこの2人、日本での暴れっぷりはもうご存知の通りでございました。もっとドロップキックを見せます。天竜なかなか自分の攻撃ができません。ご存知の通り、このブルーザー・ブロディは81年世界最強タッグ決定リーグ戦に初優勝です。さあ円錐切りを一発見舞いましたけれども、ブルーザー・ブロディ全く動きません。そして今度はジャンピングディーパッド、ジャンボ鶴田が今度はスタン・ハンセンに一発見舞いました。スタン・ハンセンも怒りの表情、ジャンボ鶴田が燃えています、鶴田が燃えています。ブルーザー・ブロディを相手に、さあ思い切って燃え